ベルベル人の藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お問い合わせの方は、ベルベル人ウェブストアの方にお願いします。詳しくは概要欄下の方に貼っておりますので、そちらの方をチェックしてみてください。ですね、8月の29、30とアンドベルベル人の方でですね、リンコさん、お店の方でポップアップやっていただきました。本当に大変ね、並びもできて、たくさんのお客様が来られて本当にありがとうございます。そしてそのね、リンコさんの商品の中から、セレクトした T シャツ、40点ですね、はい、もうスペシャルいっぱいあります。そちらをですね、今回オンラインストアの方に、アップさせていただきます。9月の、1日夜のですね、21時にアップされる商品になりますので、そちらの方よろしくお願いします。バルコのベルベジンの方から、イケア店長来ていただきました。で、まあ、T シャツ、そちらの方をね解説してもらおうと思います。ではよろしく。はい、よろしくお願いします。まずはシャネコのプリントですね。両面プリント入りです。まあ汗たブラックボディですね。アンダジアタグの L サイズ、僕でちょうどいいサイズ感です。こちらで29,800円とするですね。29%です。先ほどのが、まあ、定番のプリントだと思うんですけど、こちらはちょっと変わったデザインですね。こっちの方が珍しいと思います。こちらも両面プリント、はい、でこちらもアンダジアタグですね。 L サイズ表記、これも先ほどと同じぐらいのサイズですね。僕でいいサイズです。こちらも 29,800 円ですね。29%です。29%です。続いてキャバレロピンクボディですね。結構珍しいと思います、この色のボディは。もちろんバックプリントありで、まあ穴あるんですけど雰囲気あってかっこいいと思います。ステッドマンタグの L サイズ、まあこの年代ですけど僕でも着れるぐらいのいいサイズです。こちらで 49,800円と税です。49%ですね。49%です。続いてジェームスブラウンですね。リンコさん一押しの T シャツでした。はい、こちらも両面プリント、うん、91年のライブの T シャツですね。タグが XL 表記ですね。まあ 90s 頭の XL なんでそんなに大きくはないですけど、まあでも着られる人多いサイズだと思います。こちらで 29,800円。29%ですね、はい。続いてこちらですね、ツインピークスムービー T シャツですね。バックがこちら、ツインピークスはロゴのプリントが多いんですけど、このフォトが入るパターンはなかなか入らないと思います。ヘインズの2枚タグ、表記が L サイズですね。これもいいサイズです。こちらで 29,800円と税です。 29% ですね、かっこいいですね。続いて時計仕掛けのオレンジですね。まあムービンティーの代表格だと思います。バックはプリントなし、タグは欠損してますが、まあボディは古いです。僕でいいサイズです。こちらで、29,800円と税です。 29%。 続いてオアシス、こちらはバックのプリントがなしのタイプです。バックありも存在しますが、バックなしの方が珍しいと思います。デルタタグの L サイズ表記、これも僕で、まあ、ちょうどいいぐらいのいいサイズ感。こちらが 25,800円と税ですね。25%。続いてパブリックエネミーの T シャツですね。これプリントかっこいいですね、うん、バックも最高です。ターゲットロー、ヘインズの XL ですね。古いボディにしては大きめのサイズだと思います。僕でいいサイズですね。こちらで
35,800円と税です。35%です、続いて多分ジャネットの中だと一番人気の高いプリントパターンだと思います、バッグがこちらですね、クリスタルナイツタグですね。 L 表記、まあ、オフィシャルの中で多分一番珍しいパターンだと思います。これもエロくていいですよね。これもいいサイズです。こちらで49,800円と税です。49%です。続いてマドンナですね。これかっこいいね。これいいですよね、XL ですね。バックはプリントないんですけど一応袖プリが入ります。ガーリーショーってツアーの時ですね、ヘインズタグの XL。 なかなかこれは XL が出てこないと思います。僕でも着れるいいサイズですね。これかなりおすすめです。こちらで 25,800円と税です。25%です。これ欲しいですね僕も。それいいっすよね、続いては豊さんも好きなグリーンデーですね、グリーンデーメンバーフォト、バックもプリントある、いいんですけど XL なんですよね。そうですね、ワイルドオーツタグの XL。 まあいいサイズなんですけどね、まあ L だったら僕が買ってました、すいません、まあ、僕でもちょっと緩いぐらいの、まあ、オーバーサイズで着れるサイズ感ですね、こちらで 39,800円と税です。39%か。続いてはオールオーバーパターンのプリントですね。海外で人気とかすごい高いと思います。フィッシュボーンってバンドのオールオーバーですね。裏面も豪華なプリントです。タグがブロッカムタグ、 XL 表記ですね、まあ、僕でいいサイズですね。海外の方が多分高値で取引されてると思います。日本は結構安めですね。 25,800円と税です。25%です。続いてもオールオーバープリント、ストーンズですね。バックもいいです。94年のブードゥーツアーの時ですね。タグが、XL 表記ですね。僕でまあオーバーサイズで着れるいいサイズです。ブードゥーの中でも出てこないパターンの T シャツと思います。こちらで 25,800円と税です。安く感じます。そうですね、続いては人気の高いレッチリ、ワンホットミニットのアルバムの時のツアー T シャツですね。バックが95年のワールドツアー表記入りで、タグがジャイアントタグですね。これも XL、 結構ゆったり着れるいいサイズ。レッチリは本当に店頭でも動きが早いのでお早めにぜひ。こちらで 29,800円と税です。29%、続いてホールですね。セレブリティスキンってアルバムの時のツアー T シャツですね。99年、ジャイアントタグの M 表記、ちょっと小さめなんですけど、まあこのプリントだったら男女問わず着用できると思います。こちらで 25,800円と税です。25%。はい、続いてサウンドガーデンですね。サウンドガーデンのスーパーアンノーンってアルバムのジャケシャがプリントされた1枚です。バックにはアルバム名が入ります。ちょっとダメージ系だね。はい、まあ、雰囲気あって、ボディの感じも合わせててかっこいいと思います。ブロッカムの XL 表記ですね。僕で緩いぐらいのいいサイズです。サウンドガーデンも海外、特にアメリカで値段が高いバンドなんで、日本だとちょっと安く買えるかもしれません。こちらで 39,800円と税です。39%ですね。はい、続いてサウンドガーデンがもう1枚、これもオールオーバータイプですね。
このパターンはなかなか見ないと思います。バックも同じプリントですね、うん、バッドモーターフィンガーってアルバムのプリントですね。ジャージーズの L サイズ表記、まあ、L ですけど僕で全然着れる E サイズです。こちらで39,800円と税です。サンキュッポです、はい、続いては高騰の止まらないニルバーナカート5番ですね。バックもプリントあり追悼の T シャツですね、うん、で、ジャイアントの XL 表記、着丈が長すぎないんで着れる方多いと思います。こちらで49,800円と税です。カートは4キュッパです、 4キュッパです、はい、カートがもう1枚個人的にかなり好きなフォトです、うん、はい、バックがプリントなしですね。タグは欠損してしまってるんですけど、おそらく表記があれば L サイズだと思います。まあ僕で A サイズですね。こちらも49,800円と税です。4キュッパ、はい、続いては、ニルバーナインユテロですね。まあ人気高いと思いますこの辺も、うん、バックにはインユテロ表記、デルタタグですね。デルタタグの XL、 オリジナルのパターンより少し新しいやつなんで、まあ、袖はダブルなんですけど、まあ、90s のボディでは間違いないです。こちらで59,800円と税です。5キュッパ、オリジナルなら7キュッパが9万です。続いて L7、 これめちゃめちゃかっこいいですね。バックにおなじみのバンドロゴですね、L7、ジャイアントタグの XL ですね。 L7 はフォトがやっぱりあまり出てこないと思います。ジャケシャのプリントが多いですね。僕でいいサイズですね。こちらで29,800円と税です。続いてダイナソーですね。ダイナソージュニア、可愛らしいプリントですね、はい、うん、こちらはバックがゴリラですね、うん、フルーツの M サイズ表記、まあ、M サイズ僕だとちょっと小さいんですけど、まあこちらも女性にも全然おすすめできる一枚ですね。こちらで29,800円と税です。ぜひ女性に、はい、2キュッパ。続いてもダイナソー、こちらですね、アルバムのジャケ写ですね。ダイナソーのバックはプリントがなしです。プリントありのパターンもあるんですけど、こちらはプリントなし、ナイスマンタグの XL ですね。いいタグがつきます。僕でまあオーバーサイズ着るいいサイズ、こちらが35,800円ですね、うん、35%バックありなら1万円プラスです、ね、続いてミートパペッツですね。僕も好きなバンドの一つです。バックがこちら Too High To Die ってアルバムの時の T シャツですね。フルーツの XL 表記、まあ、オーバーサイズで白黒がどうしても多いんでカラーもののボディもぜひ試してみてほしいです。こちらが、35,800円と税です。続いてマットハニーですね。バックはプリントなしです。まあカートコバンがマットハニーの T シャツを着てたりと、マットハニーは結構有名なバンドだと思います。 XL 表記ですね、ヘインズの。これも僕で少し緩いぐらいで着れるいいサイズです。こちらで35,800円と税です。35%。続いて9インチネイルズですね。ダウンワードスパイラルってアルバムの T シャツです。バックもプリントあり、
9インチは本当にグラフィックがいいものが多いです。こちらが XL 表記ですね。まあ、僕で緩く切れるいいサイズ感だと思います。この辺もちょっと安めだと思います。29,800円と大勢ですね。9インチもう1枚、多分9インチのプリントの中で一番人気が高いと思います。バックもかっこいいですね。オールスポーツタグですね。9インチはオールスポーツが多いですね。で、僕で、まあ、ちょうどいいぐらいのいいサイズですね。こちらで49,800円と税です。続いてこちらですね、ニューオーダーの89年のツアーティーですね。バックのプリントがこちら、タグのサイズ表記が OSFA なんで、まあビッグサイズですね。僕でも大きめに着れる T シャツです。なかなかこの年代でこのサイズはないと思います。こちらで49,800円と税です。49%ですね。続いてニューオーダーの全身のバンドですね、ジョイディビジョン。バックはプリントなしです。ヘインズの L 表記、アルバムのジャケ写のプリントが有名だと思うんですけど、このメンバーフォトもかっこよくていいと思います。まあ、僕で着れるいいサイズですね。こちらで、39,800円と税です。39%です。はい。続いてもジョイディビジョン、クローザーっていう2枚目のアルバムのジャケ写ですね。バックはプリントなし、フルーツの L 表記ですね。まあ僕で着られるいいサイズです。これ個人的にかなりおすすめです。かっこいいね。かっこいいですよね。こちらが49,800円と税です。49%です。はい。続いてフレーミングリップスの T シャツですね。これはバックのプリントもめちゃめちゃいいです。タグもいいタグつきます。ソフティータグの L サイズ表記、僕で着られるサイズですね。フレーミングリップスはデザインがいいのが多いんで、集めても面白いと思います。こちらで39,800円と税です。39%です。はい。続いてフェイスノーモアですね。バックもプリントあり、両ともグラフィックかなりいいと思います。古い方のブロッカムですね、 L サイズ。こっちのブロッカムだと、まあ、あんまり大きくないですね。僕だとちょっと着丈が短いかなっていう感じ。フェイスノーモアでこのプリントはなかなか出てこないと。こちらで29,800円と税です。続いて商品紹介していきたいと思います。続いてこちらですね、パブリックイメージリミテッドの89年のツアーティーですね。バックはおなじみのバンドロゴですね。タグは欠損してしまってるんですけれども、まあ表記があれば L か XL ぐらいのサイズだと思います。まあいわゆるいいサイズ。こちらでお値段の方が25,800円と税です。続いてダムドですね。まあアルファっぽいですよね、スカール。まあ多分入荷があれば本来だったらアルファに入るんじゃないかなって感じの T シャツです。91年のツアーティーですね、両面プリント。タグは欠損してしまってるんですが、これもおそらく L か XL 表記。でこれグラフィック書いてるのが、まあ、レッチリとかの T シャツもやってるバッドオーズインクっていう人なんですけど、まあ、その人のダムドデザイン、かなりいい一枚だと思います。こちらで39,800円と税です。続いてローリンズバンドですね。まあ、ローリンズバンド、このバンドだったら一番定番のかつ人気のあるプリントだと思います。フルーツオブザルームの XL 表記ですね。まあ、僕で着丈の、まあ、ちょっと長いぐらい、まあ、かなりオーバーサイズで着れるいい一枚です。こちらでお値段の方が29,800円と税ですね。29%
続いてブラックフラッグですね。こちらです。バックはプリントなし、スクリーンスターズの L サイズ表記ですね。まあボディが 80s ぐらいのボディなんでそんなに大きくはないんですけど、まあ着られる方全然いるサイズだと思います。こちらで 39,800円同税です。続いてもブラックフラッグですね。ブラックフラッグでもかなり人気の高いコリスのプリントですね。バックはプリントなし、タグは欠損してしまってるんですけど、まあ先ほどの1枚とかなり似たサイズ感だと思います。ポリスはちょっと有名すぎちゃうんでかなり偽物が多いんですけど、まあこれは間違いなく本物なのでご安心ください。こちらで 39,800円当税ですね。ちょっと安いと思います。続いてはまあ一番今人気高いんじゃないですかね、アキラのバック。まあダメージはかなりあるんですけど、いいダメージ、かっこいいダメージだと思います。でこれはサイズがかなりいいですね。ファッションビクティムの XL 表記、僕で緩く着られるいいサイズですね。アキラの T シャツは LXL が出てこなくて XL が本当に出てこないです。かなり珍しいと思います。まあ、ダメージがあるのでお値段はまあお安め、 59,800円当税ですね。バキバキなら9万8000円つけたいところです。続いてモスキートヘッドですね。これもかなり雰囲気系です。バックはおなじみの、まあ、ブリッジが飛んだかなりいいデザイン、ヘインズの XL 表記ですね。この辺は結構ボロいなと思うかもしれないですけど着てみるとかなりかっこいいと思います。おしゃれな一枚。こちらで 39,800円当税ですね。こちらも、まあ、ピンピンだったら5キュッパー7キュッパーつけたいところですね。本日最後の紹介はこちらですね、カルバンクラインケイトモス。バックはプリントなし、まあフォトグラファーはブルスエヴァです。カルバンクラインジーンズタグの M サイズ表記ですね。でこのカルバンクラインの広告写真シリーズって結構大きいサイズのもの多いんですけど、これちょっとリサイズされてて小さめになってます。袖も上がっちゃってますけど、まあでもその分お値段はかなり抑えめなのでサイズが合う方おすすめです。こちらで 79,800円当税です。まあリサイズとかされてないいいサイズだったら僕だったら12万8000円か15万8000円はやっぱりつけたいところなんで、サイズが合う方にはかなりおすすめです。ご紹介は以上になります。本日はですね、あのベルベル人、全店舗棚卸しのためにね、あのお店閉めさせていただいてました。9月の1日からですね、ベルベル人本店&ベルベル人あのパルコの方もですね、あのリニューアルします。もう冬物ね、秋冬物を、かなり大量に導入いたしますので、そちらの方もまたねチェックしてほしいなと思っております。皆さんご来店お待ちしております。リンコのインスタグラムのリンクを概要欄に貼っておりますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。ぜひねあのインスタグラムフォローしてあげてください。お願いします。はい、それでは、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。